岡本宮は、七世紀の除名天皇及び、西明天皇が営んだ宮。除名天皇の岡本宮は、アスカ・本宮。西明天皇の岡本宮は、あとアスカ・オ宮と、区別して故障される。両者とも、奈良県飛鳥村岡にある、アスカ跡にあったとされている。629年1月に、除名天皇は即位し、翌年10月、アスカ岡の麓に潜宮し、 岡本宮と称した。その6年後の636年6月、岡本宮は火災で焼失し、除名天皇は田中宮へ、仙ることとなった。655年の冬に板吹宮が火災に遭い、斎明天皇は川原宮へ、ったが並行して新たな宮殿建設地の選定も行っており、翌年には岡本に新宮殿が建てられた。 これが後アスカ・本宮である。西明天皇は、女明天皇の未亡人であり、亡き夫の旧宮所のを選んだということになる。しかし同年、この新しい宮も火災に遭う。当時、西明天皇は、東野峰の山頂付近に、石類や高殿を築いたり、奈良盆地に運河を掘るなど、多くの土木事業を営んだが、動員される民衆には、非常に不評であった。 このために放火されたのではないかとする説も出されている。名称、岡本宮は、文字通り丘の麓に立地していたことに由来する。南の細川山から、飛鳥村の方へ伸びてきている。尾根の総称で、石舞台古墳付近から、飛鳥座神社のあたりまでを指す。元凶の雷球を指すものではないと考えられている。ありがとうございます。